んにちは。お掃除情報館の夏川美久です。清掃会社にとって定期清掃は数多く持っていれば経営が安定するので誰もが欲しいと思う仕事です。しかし問題はどうやって定期の仕事を取っていくのかということです。直接訪問して営業しても何度も断られるので精神的にタフな人でないと無理です。また営業に行きたくても現場の仕事に追われていれば時間的に無理なことも多いようです。そのようなことから多くの会社がダイレクトメールで定期清掃を取ろうとしますが、ほとんどの場合途中で挫折してしまいます。その理由は多くのお金をかけた割には大して仕事が取れないという現実にぶつかるからです。現実的には1000通出してやっと 2,3 件の問い合わせが来る程度です。その問い合わせに対して商談をするわけですから、制約率から考えると1回10万円以上のお金をかけて1件取れるかどうかというのが現実のようです。しかしそんな現実があるにもかかわらず、たった100通から200通のダイレクトメールを出しただけで定期清掃を取ってしまうという非常識な人がいます。それは神奈川県横浜市で清掃会社を営んでいる TY プラスサービスの柳原さんです。TY プラスサービスの柳原さんは、普通の会社がやるダイレクトメールの5倍から10倍の確率で定期清掃を獲得できる柳原式定期清掃獲得法を3年前より開発。平成22年7月7日、たった200通のダイレクトメールで定期清掃を獲得する柳原式定期清掃獲得法の秘密を公開したセミナーが開催されました。そこで今日はセミナーの様子をビデオでご覧いただこうと思います。セミナーで公開されたノウハウのほんの一部ですが、たったこれだけの知識でも DM の反応率は確実に高くなります。それでは柳原式定期清掃獲得法の秘密をご覧ください。あ、皆さんこんにちは。本日講師を務めさせていただきます TY プラスサービスの柳原と申します。よろしくお願いします。今日はですね、今お話ありましたけども、東京近郊の方から、また、遠方からの、いろいろご参加いただきまして大変ありがとうございます。今お話ありました通り、私、開業してですね11年目になりますけれども、ここ、直近の 3年8ヶ月の、ダイレクトメールから、定期清掃を獲得してきた、やり方についてお話しさせていただきたいと思います。例えば200件でダイレクトメールをやったとしても、おそらく限りなくゼロに近い反応しか取れないと思います。選択した業種に DM の内容がマッチしていないというのはですね、極端な話ですけれども、例えば飲食店の床とかいうのはですね、油煙とか、その例えば厨房とホールで入るする人の都合とかですね、でベタベタ、床がベタベタになる場合とかが多いと思うんですけれども、例えば床のベタベタを解消するようなことができるみたいなことを、例えばクリニックとかに送っても当然何も感じてもらえないし、注文も取れないとは思います。ある程度そのターゲットになる、クリニックだったクリニックのその共感を得るような内容にする必要があると思います。でちなみにクリニックとかだと、例えば衛生的に感じてほしいとかですね、自分の会社がこういうことができますというよりも、そのお客様が
この清掃サービスを購入した場合にこういうメリットがあります。先ほどもちょっとお話を重複しますけれども、例えば お試しの清掃を購入していただければ、床材、例えば床材の延命になりますとかですね、その環境が整うことにより、スタッフのモチベーションの、アップにもつながりますとか、そういったお客様が得られるメリットというか、お客様視点で、文章を考えるのがいいと思います。そうですね、私も、これはハウスクリーニングでの経験ですけれども、最初の方のチラシで換気扇のクリーニングから浴室のクリーニング、エアコンクリーニング、床ワックス、カーペットのクリーニングとかですね、いろいろもう上から順番に自分のできるハウスクリーニングを書いてって、全部その価格を載せてったよりも、その例えば、換気扇と、その時は確か夏だったと思いますけども、換気扇とエアコンと、浴室に、絞ってですね、ある程度説明書きもたくさん書けるようなサービスの方、チラシの方が良かったです。ここに、一つのサービスを、詳しく説明することが重要と書いてありますけれども、先ほども見ていただいたそのハガキ DM の例をとってみるとですね、床に集中してずっと DM やってきてますけれども、床清掃の、仕事、最初の計画でのお試しの床清掃を取ることをメインに、仕事を取ることにして、他に売りたいサービスですね、エアコン清掃なりガラス清掃なりっていうのがあれば、その床清掃の仕事を取った後に、そのサービスを購入してくればいいというか。でフロントエンド商品っていうのはですね、これは無料のものも含まれるんですけれども、先ほどにありましたオファーですね、最初に買っていただくもの、お客様とのつながりを、作るものというふうになります。で、バックエンド商品というのはその、掃除屋さんが本当に売りたい商品で、利益が取れるものというふうになります。この戦術の場合はですね、そういったお客様と会えますので、特に後から電話でガンガンセールスとかする必要がなく、定期清掃が取れます。定期確認かける時間についてはですね、DM を作るということに関しましては、最初 DM の文面とか考えたりとかするの時間がかかったりとか、する部分はあると思いますけれども、最初にある程度反応があるハガキができてしまえば、次にやるときは、問題は宛名書きをするだけになると思います。で2番イエスセット、お客様が共感する具体的な文章と言葉、これはそうですね、これで言うと衛生的なクリニックを感じてほしいとかですね、床清掃を先延ばしにしているとかですね、そうそうという読んだ人が感じるような言葉を使うということですね。これはですね、読んだ人がそういう共感するような言葉を使えば、これもそのイエス、これもイエスということで、そのはいはいという肯定的な返事をしていけば、最終的にはじゃあ申し込みます、はいというふうになりやすいという話だったと思います。そういう意味で以上がセミナーで公開されたノウハウの一部でした。このビデオでは時間の関係上一部しか公開できませんでしたが、セミナーで公開された柳原式定期清掃獲得法を DVD で学ぶことができます。